曲もあると思います。こうさ、さっき弾いたようにこうちょっとファンキーに弾いてもこういう演奏をしても指弾きでこういいですよね。なんか指板のこの何とも言えないちょっともやっとした感じとかもすごいかっこいいですし、ね、個人的にはこのメイトン横ロゴファンですね。あとこれは全メイトンに共通で僕のすごく好みなところがあって、ここの高さがすごくあるんですよ。ここに高さがあるとピックをしっかり入れた時とか3ピック弾いた時とかに余裕があるんですよ。ここがヴィンテージのギターとか他のギターあとすぐここにピックがカチャンってついちゃって、そのノイズってものすごいここにピックアップがあるのでアコースティックって、で実際コンデンサーマイクで撮るアコースティックレコーディングとかでもすごいその音が耳に入るんですけども、メイトンはそれがないので非常に演奏もしやすいですし、そういう無駄なノイズも少ないと思います。